皆様こんにちは。大阪メトロでは画面に表示されている路線図が用いられています。今回はこれを東京風にアレンジします。なお、東京の路線図といっても東京メトロ、都営地下鉄が公開しているものだけで何種類もありますが、今回は東京メトロのウェブサイトで駅ナンバリング路線図として公開されている路線図の書式に倣います。今回もインクスケープで路線図を作ります。インクスケープの基本的な操作については以前の動画をご覧ください。まずは駅番号の記号から作り始めます。路線図に用いるフォントについて説明します。元の路線図のフォントは駅番号がセリファとユニバースではないかと思いますが、この路線図ではジラスラブとアリアルで代用します。駅名などのフォントはシンゴであると思われますが、ここでは UD 信号を用います。大阪環状線の内部を先に仕上げます。理由は大阪環状線の内側は外側よりも路線が密集しており、大阪メトロの駅名の他にも私鉄の情報も書かなければならず、そのスペースから先に確保するためです。乗り換えられる駅は灰色で表しますが、乗り換えの情報は大阪メトロのウェブサイトにある乗車位置案内に基づきます。なお、この情報は一部車内の路線図のものとは異なり、例えば列車位置案内は大阪ビジネスパークを乗り換え駅としていますが、車内の路線図は乗り換え駅としていません。ここでレイヤーを設定します。レイヤーは2つにし、上を駅レイヤー、下を路線レイヤーとします。現在は全ての図形が路線レイヤーにありますが、駅の図形は駅レイヤーに移し、路線の図形は路線レイヤーに配置されたままにします。図形を別のレイヤーに移すには、右クリックして他のレイヤーへ移動を選択します。なお、先ほどから駅の情報が消えたり路線の情報が消えたりしているのは、片方のレイヤーだけを表示して駅はすべて駅レイヤーに、路線はすべて路線レイヤーに配置したかどうか確認しているからです。駅レイヤーが上、路線レイヤーが下になっているので、間違ったレイヤーに図形を置かない限り駅は必ず路線の前に来ます。今回のように複雑な図を作っている中で、絶対に前あるいは後ろに配置したいものがあるような時にはレイヤーを使うのが有効です。また特定のレイヤーをロックして編集できなくする機能があり、これで間違ったレイヤーに図形を置くのを防いでいます。最後に路線図の説明欄を作成したら完成です。今回作成した路線図は説明欄の URL から確認できます。必要に応じてご参照ください。今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。